Hi guys, I'm Arisa. 皆さんこんにちは、ナナサアリーサです。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。なんと、チャンネル登録数が1000人いきました。本当に嬉しいです。去年、一昨年かな、何気なく動画をアップしてって、そこから海外ドラマを字幕なしで見る方法のね、動画の再生回数がどん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 上がってって、知らない間に同じように英語ペラペラになりたいとか、海外ドラマ字幕なしで見れるようになりたいとかっていう思いは私だけじゃなくて、やっぱたくさんの人がそういう風に思ってるんだなって感じて、その勉強する過程とか勉強方法とか、ちょっとしたコツを自分で掴んだら、それをみんなにシェアしていくとよりいいのかなって気づいたんですね。情報交換というか。で、今やっぱり日本でも英語を話せるようになるためにいろいろできることってあると思うので、その辺をみんなでね、励ましながら、本当にそういうビデオを見ていただいて、私のこんなビデオをね見ていただいて、誠にありがとうございます。1000人達成したので、ちょっとここで皆さんにプレゼントをしようと思います。みんなに何がいいのかなと思って、実はアメリカに行った後とか、アメリカに今いる間だったら、なんかアメリカの現地のお土産とかいろいろ買ってこようかなと思ったんですよ。で、私らしいプレゼントをちょっと考えたので、ぜひ皆様応募していただきたいんですけど、今回チャンネル登録数が1000人超えたということを記念したイベントなので、10名にですね、ちょっとこれをプレゼントしようと思うんですけれども、で、応募方法はまずチャンネル登録をまずしてください。で、その後にここの動画のコメント欄にコメントをしてくれた方、10人いかなかったら全員、10人超えちゃったら抽選で、そんなにいかないので、多分ね、コメントどんどん皆さんしてくれると嬉しいんですけれども、はい、じゃあぬ、紙切れじゃん、お手紙って思うんですけれども、いつもディア何々っていう感じで、例えばコメント欄にですね、チャンネル登録した後ですよ、コメント欄にこういう風に英語でこういう風になりたいんだけどとか、こういう勉強をしたいんだけどとか、なんだろう、これを勉強する上でのコツとか何かありますかとかいただければ、それに対してナナセがあなた専用のアドバイスを10個考えてプレゼントしますっていうので、どうですかね。ちょっと例文で、例えば英語が話せるようになりたいって書いてくれた場合で、何とかって言って、多分呼び捨てになると思う。書いて、例えば英語が話せるようになりたいっていうことでしたね。私もずっと英語がペラペラになればいいのにと思ってました。そんな何々のためにアドバイスを10個考えたから参考にしてみてっていうことで、例えば、一つ目、朝起きたら今日のトゥードゥーリストを作る、英語で。通勤中に洋楽を聴く、このアプリがおすすめ、とかね。好きな外国人のポスターを貼る、海外ドラマをレンタルする、何々がおすすめとか、ちょっと独り言英語にしてみるとかね、そういう簡単に今すぐできるような、明日からできるようなアドバイスを10個考えて、あなただけのアドバイスを個人的に考えるので、で、それをこう手紙にしてね、これを例えば文字で書いて、それを写真に撮ってメールで送るのか郵送にするのかはちょっとまだ分かんないですけど、メールでただ単に送るよりいいですよね、文字の方がね。ちょっと何か考えてアドバイスを10個は、当選内容とかなんかその辺もまた動画アップするかもしれないんですけど、まずチャンネル登録をしてコメントをしていただいた方、ナナシからのお手紙というかアドバイスを考えて、今日から使えるアドバイスをですね、お送りしますので、ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。これがもしね、例えばキリがいい数字にまたチャンネル登録の数がなりましたら、今度はもっといいものをね、プレゼントしようと思ってます。
みんなで英語を頑張りましょう。